どうも、本郷だ。今回は地雷処理班パーブ G プロジェクション100日目突破記念ということで、このシリーズを振り返っていくぜ。ちなみに背景として続編で追加されるかなりヤバい盤面、2P8 盤面を流しているぜ。P のルールはプロダクト。内容は要約すると数字はそこから最も近い2つの地雷の距離を掛け算したもの。これ、何がヤバいかって平方根の概念が出てくることなんだよな。しかも配置パターンがわかりにくいのもさらに厄介だ。まあ、今回は実況動画ではないのでこれ以上は触れないでおくぜ。まあ、まずはこのシリーズの概要から話しますか。このシリーズは Steam で好評配信されている14マインスイーパーバリアンツの実況動画だぜ。そしてこの実況シリーズでは主にギャラリーと呼ばれる2種類の特殊ルールが混合したものを毎日配信しているぜ。せっかくだし、ここまでで登場してきた20種類のルールについておさらいしてみようか。まずは唯一1日目に登場した V バニラ。内容は特殊ルールなし。要するに純粋なマインスイーパーだな。2個目のルールは2、14、26、38、50、62、74、86、98日目に登場した9クアット。内容は全ての 2×2 エリアに少なくとも1つの地雷が埋まっている。格子点に地雷があるかどうかのルールだな。3個目のルールは3、15、27、39、51、63、75、87、99日目に登場した C コネクト。内容はすべての地雷マスが縦横斜めに繋がっている。以前までは8方向で隣接している。と説明されていたな。4個目のルールは4、16、28、40、52、64、76、88、100日目に登場した T3 目。内容は地雷が縦横斜めに3マス連続で並ばない。ルールによって難易度はかなり変動するそうだ。5個目のルールは5、17、29、41、53、65、77、89日目に登場した大外側。内容は安全なマスは上下左右で繋がり、地雷マスはステージの外と上下左右で繋がっている。相変わらずわかりにくいんだよな、このルール。6個目のルールは6、18、30、42、54、66、78、90日目に登場した D 王瀬。内容は地雷マスは必ず 1×2 か 2×1 の長方形になる。長方形はお互い隣接しない。これのセットが4個に増えたものが続編の G グループに該当するな。7個目のルールは7、19、31、43、55、67、79、91日目に登場した S ヘビ。内容はすべての地雷は1つのヘビを形成する。ヘビは自分に上下左右に隣接しない。99日目でセノガ S ヘビは C コネクトの特殊例だって言ってたな。8個目のルールは8、20、32、44、56、68、80、92日目に登場した D 均衡。内容は各用、各列に埋まっている地雷数が同じである。探知範囲が十字のものと相性がいいらしいが実情はいかに。9個目のルールは9、21、33、45、57、69、81、93日目に登場した T-3 目ダッシュ。内容は地雷マスは、縦横斜めに3つ以上並んでいなければならない。暴発事故がかなり多い問題児だ。10個目のルールは10、22、34、46、58、70、82、94日目に登場した D' 回線。内容は地雷は必ず 1×1、1×2、1×3 または1×4 の長方形になる。長方形はお互い縦横斜めに隣接しない。ルール説明では 1×1 から4の長方形としているが正確にはこうだぜ。11個目のルールは11、23、35、47、59、71、83、95日目に登場した A ノーナイト。内容は任意の2つの地雷マスが互いにナイトの動きで到達できない。こちらも暴発が多いかなりの問題児だ。12個目のルールは12、24、36、48、60、72、84、96日目に登場した H 水平。内容は2つの地雷は横方向で隣接しない。続編では逆に隣接しないといけないようだ。13個目のルールは13日目から24日目に登場した M 複数。内容は数字は色付きマスの地雷を2つとして数える。この中の M95 番面で初めて私が出演したんだよな。14個目のルールは25日目から36日目に登場した L 巨源。内容は数字は元より位置ずれている。意外と間違えやすいから注意する必要があるルールではあるな。15個目のルールは37日目から48日目に登場した W ゴール。内容は数字は周りにあるマスの中で、連続の地雷マスグループの長さを表す。これの派生が X' の次に最長ゴールとして出てくるんだが、こっちの方が問題になってきそうだ。16個目のルールは49日目から60日目に登場した N 総裁。
内容は数字は周りにある色付きマスと色なしマスに埋まっている地雷数の差を表す。これが続編では色付きと色なしに何個ずつ地雷があるかわかるようになるぜ。17個目のルールは61日目から72日目に登場した X10 文字。内容は数字は半径が2の10文字範囲内に埋まっている地雷数を表す。1ヶ月の休止期間を挟んで最初の縦系列のルールになるな。18個目のルールは73日目から84日目に登場した P 分割。内容は数字は周りにあるマスの中で、連続の地雷マスのグループ数を表す。現状縦軸では一番の問題児だろうか。19個目のルールは85日目から96日目に登場したイーシェア。内容は数字は上下左右に見える安全なマスの総数を表す。地雷があると視界が遮られる。ただでさえ難しいのに E と M を足して2で割った E ダッシュは一体どうなるんだ？最後の20個目のルールは97日目から現在進行形で登場している X ダッシュミニ10文字。内容は数字は半径が1の10文字範囲内に埋まっている地雷数を表す。探知範囲が逆に狭すぎるのもちょっと気になるな。さて、20個のルールの紹介もしたし、動画の再生状況とかを見てみようか。収録時点で、総再生回数は1507回、総再生時間は 24.2 時間となっているぜ。まあ、収録時点って5月12日の深夜0時なんだけどな。ちなみに、動画の長さをランキングにしてみたんだけど、短い順のランキングだと、第5位は90日目の ED5 番面、第4位は67日目の XS5 番面、第3位は69日目の XT-5 番面、第2位は93日目の ET-5 番面、第1位は64日目の XT5 番面と結構最近のが多いんだよな。というか瀬野だけ2回ランクインしてるじゃないか。次に長い順のランキングだと、第5位は14日目の MQ5 番面、第4位は81日目の PT-5 番面、第3位は47日目の WA5 番面、第2位は4日目の T5 番面、第1位は43日目の WS5 番面と5分の3で代打が入っているな。こっちでもセノが2回ランクインしてるって両極端だな。第1位になった43日目って簡単だからって 8×8 もやった日だったような。ちなみに担当者別で平均時間を比較すると、第5位に小屋浦さんが4分4秒、第4位に五日市さんが4分17秒、第3位に壁さんが4分30秒、第2位にセノが4分34秒、第1位に深川さんが4分40秒と意外と結構割れているんだな。深川さんが第1位って意外だな。そして1位の深川さんと第5位の小屋浦さんで36秒も差が出ているのか。さて、次に比較するのは地雷爆散の回数。このシリーズでは残機システムを採用していて、一度ミスをすると残機が一つずつ減っていくぜ。ここまでの100日間で爆散した回数は23回で残っている残機は77個。全体で言うと4分の1もいってないのにもう4分の1消費って結構まずい気がするんだよな。これ、最初は残機がなくなったら実況終了としてたんだけど、このペースでいくと確実に持たないんだよな。このあたりのシステムも見直して最後までつなげないとな。ということで、これまでに爆散した回数をランキングにしてみようか。第5位は五日市さんで2回、第4位は深川さんで4回、第3位は瀬野で5回、そして第1位は同率で壁さんと小屋浦さんで6回だったぜ。ちなみに81日目に代理で参戦して暴発した戸郷地の分は深川さんにカウントさせているぜ。ただ、これ前半50日と後半50日で結果が全く違っていてな。前半では瀬野が5回暴発して1位だったんだが、後半では小屋浦さんが一気に6回暴発させて1位になってしまったんだよな。さては最近小屋浦さん腕が落ちてきているのか？最後にこれまでの再生回数を100位から順にランキングにしていこうか。ちなみに、再生回数が同じ場合、投稿日時が近い方に上の順位をつけているぜ。公開している期間が違うからな。尺がそろそろ少なくなってきたから100位から1位まで一気に流すぜ。
最終的にこのような結果になったぜ。最初の1日目が2位から15回以上突き放して1位になったかと思いきや、68日目が1位に匹敵する52回で2位って一体何があったんだ。これを元に担当者別のランキングを作ろうとしたらさすがにもう大変なので、100位を1ポイント、99位を2ポイントといった感じに順位ごとにポイントを足してどうなるか比べてみることにするぜ。第5位は小屋浦さんで760ポイント、第4位は瀬野で957ポイント、第3位は壁さんで1002ポイント、第2位は五日市さんで1124ポイント、そして第1位は深川さんで1207ポイントとなったぜ。見事に上からパーブ G の順番に並んだな。なんだかすごいことになったな。さて、そろそろ時間だし終わりにしよう。まだまだ認知度は低いですが、いつもご覧いただきありがとうございます。これからも変わらず応援してくれるとありがたいです。また、普段こちらのメインチャンネルしか見てない方々も時間つぶしにでもご覧いただけると嬉しいです。それじゃあ、今回の動画はここまで。また200日目突破記念の日にでも会おうぜ。今回はご視聴ありがとうございましただぜ。